じゃあ、私もそんな見てないのに最後でちょっと恐縮なんですけど、今年は15本見まして、そのうちからちょっと10本、やってみました。で、ちょっと皆さんってやっぱ重複してるところは結構ありまして、で、あとはその、過去のボンクラ映画館で、語ってる作品もあるので、そこら辺はちょっと若干、端折り目の駆け足で、いきますね。はい。了解でで、す。やはり番外編でですね、恐怖の報酬、はい。これはもう、とてつもなく良かったので、もう皆さんぜひ見ていただきたいなと。ベスト10には入れなかったんですけど、で、あとその恐怖の報酬と特別編で、デビルマンクライベビーっていうネットフリックスでやったアニメですね、デビルマン。おお。あれもね、賛否両論ですけど、私はもう大賛成で、すごい良かったので、原作好きな人でも、多分嫌いになる人と好きになる人分かれるとは思うんですけど、とても良かったということだけお伝えしておきます。で、10位。これがですね、ちょっと待ってね、万引き家族。これこんぐらい映画館で語ったので、割と端折りますけど、社会的な問題をね、深く描いているだけではなく、普通に面白かったなと。で、キキキリンさんお亡くなりになりましたけど、みかんをね、あんなに気持ちよく食べることができる女優さんはもう今後出てこないであろうということをちょっと断言できますね。凄まじいシーンなので、そこだけでも見ていただきたい。そして9位、ボヘミアン・ラプソディ。これは、クイーンという伝説のバンドの、電気映画ですね。で、まあ、ちょっとフィクションによってるという意見がファンからはすごい多かったように思うんですけども、私はそんなに詳しくないので、すごく楽しく見れてですね。で、ちょっと評判だったらラスト20分のライブエイドという、伝説のライブシーンを完全再現しているという、そこがもう凄まじく良かったですね。で、劇場で極上音響上映っていうのをちょっと立川シネマシティってとこ見に行ったんですけども、PA さんが音響調整しまして、完全にライブと同じという状態でですね、めちゃくちゃ良かったっす。やっぱ同じこのスタイルで映画をどんどん作っていただきたいと。ちょっとツイートでもちょっとつぶやいたんですけど、矢沢永吉の伝記をこれでやってほしいんですよね。いいかもしれないで、ですね。トラベリンバスっていうタイトルでね。で、フィクションも織り交ぜて、長渕と戦ったりとかいろいろしてほしいということで、桑田佳祐も入って、殴り合いをしていただきたい。そういうなんか夢がちょっと広がるぐらいの、本当に、あ、こういうパターンで映画が作られるっていいんじゃないかしらって、ちょっと思いましたね。はい。世に大倉が打たれたり。そう、でも、超見たくないですか、それ。見たいでしょ。もう、なんならもう手弁当で、スタッフで入りたいぐらいの感じですね。はい。次が、8位。これも、ボンクラで語りましたね。レディープレイヤー1。これ、もうとても良かったですね。で、仮想現実のお話なんですけど、現実にきちんと戻ってくるという設定もすごく好きで、で、その仮想現実の世界を作り上げたオタクが、ちょっと、成し得なかった現実でのステップを、主人公は、ちょっと頑張って踏んでいこうっていうね、そういう、なんかちょっと希望のある終わり方で良かったですね。そして、7位、シェイプオブウォーター。こちらは、半魚人との女性の恋を描く映画ですね、ギレルモ・デルトロ監督の。これ、なんていうんですかね、ロクさんもおっしゃってましたけど、朝の日課に主演をするという、もうそこの時点でちょっともう、なんですかね、応援したくなる映画。そこまで描いていただいて、ちょっと本当にすごく、なんかいいなと。この世界は、とても懐が広いなと思って、映画の世界により入りやすくなったんですけど、女性のお顔がですね、エイドリアンっぽいというか、女性の方も半魚人みたいな顔をしてるんで、すごく、馴染みがあるんですね。馴染みがいいんですね、半魚人の方との恋愛に。すごい良かったです。これ長間さんのご意見で半魚人がハンサムすぎてムカついたっていうのが、って、それをね、思い出しました、今。あれをもっと気持ち悪く描けと、ね、長間さん怒ってましたね。というのを思い出しました。はい。で、6位、カメラを止めるな。こちら、やはり、もう文句なく面白かったですね。前情報を入れずに、やっぱり見に行くべき映画、だし、なんですかね。私はエンドロールまですごく楽しめて、ね、
二重三重の入れ子構造みたいな感じで、とても良かったですね。あとラストのカットとかの、終わり方とかもすごく綺麗で、本当に、うん、すっきり終わりて良かったなと思います。はい、プロデューサーの女性の方、すごいいい顔されましたね。分かったですよね。あんな、だって、大丈夫かなっていうレベルじゃないですか。うん、地上波とか、出していいんですかねっていう、広さですよね。だって、ちょっと、探偵ナイトスクープとかで出てくる側の、あれですよね。なんか、ね、面白い素人みたいな。ざわつきましたよね、あれ。ざわつきましたね。宇宙人が、出演したみたいな感じになってるじゃないですか。まずい、まずいみたいなね。リトルグレイが本当にいたみたいな感じでね。すごい良かったですよね。うん。ドキドキしますね、あれ。で、5位、レッドスパロー。これはザトイチ先輩と長間さんのご意見をもとに、先週ぐらいですかね、見まして、もう凄まじく良かったですね。私はおかず方面を期待して見たんですけども、それ以上に映画が面白くて、情報合戦というかね、敵の1枚も2枚も上を行くというスリリングな駆け引きと、あと、冒頭と結末が、すごく繋がって、出て、まあ、元バレエダンサーなんですけど、まあ、バレエのシーンが挟まってですね、最初と最後でちょっとこう、変化をそれでうまく描いてて、なんかこう、傑作の条件じゃないですけど、こういう映画を見ると本当に映画を見たなという感じで、すごく良かったですね。はい。はい。で、4位が、フロリダプロジェクト、真夏の子ですね。これも、なんでしょう、さっきも言ったかもしれないですけど、スリービルボードの時も感じた、その、居心地がすごく悪い街なんですけど、ちょっとふっと迷い込んで滞在したくなる空気感をすごく、うまく描いててですね。ディズニーランド作るためのプロジェクト、フロリダプロジェクトっていう、水はけの悪い沼地に、一大レジャーランドシティを作るということで、その犠牲になった街ですよね、その端っこには。で、もう貧乏な親子で、本当にね、教育も全然行き届いてなくて、本当にひどい家庭なんですけど、決して娘をこう適当に扱わない母親の描き方がすごい良かったですね。で、何でしょうね。ラストシーンも、ちょっとゲリラっぽい撮影ですごく、あっと驚く終わり方をして、それもすごく良かったですし、あと、ほほえみデブさんもおっしゃってた、ウィレム・デフォーの描き方はですね、すごくいいデフォー、素材をこう、極力殺さず、さっと湯がいてポン酢で食べるデフォーみたいな、すごいいいデフォーでしたね。で、ちょっと番外編でそのフロリダプロジェクト話というかですね、ちょっと関係ないよって怒られそうな話なんですけど、最近奥さんを昔よく殴ってたっていう方のお家にお邪魔することがあってですね、そのお家の冷蔵庫にディズニーキャラクターのシールがめちゃくちゃ貼られてたんですよね。ディズニーズファミリーって書いてあって、ちょっとなんか歪みというか、感じましたね、ディズニーランドの。で、その奥さんディズニー好きなんですけど、一度もディズニーランド行ったことないと。で、その夫の旦那さんは、一度でいいから連れてってやりたい。もう今すぐ連れて行きなさいって私はその時言いたかったんですけど、まあ、とんでもないプロジェクトが進行しているなということで、映画と関係ない私のフロリダプロジェクトっていうお話ですね。はい、まだ進行中と。まだ進行中で、そのプロジェクトまだ終わってないんで、見守っていきたいなと思います。はい。そして第3位、シュガーラッシュオンライン。こちらもちょっと、なんですか、予備知識なし、そして私、恥ずかしながら前作を見ていないんですけども、期待せずにすげえいいタイミングで見れるんで、あ、見ちゃおうと思って見たんですけど、とてつもなく面白くてですね、ゲームのキャラクターの話でですね、で、すごい仲良しのキャラクター2人、ラルフと、バネロペちゃんという、いるんですけど、その二人の関係性がちょっと変わっていくよっていうお話なんですけど、その描き方がとても真面目でですね、しっかり描いてて、で、SNS に左右されがちな社会風刺がちょっと効いててですね、で、まあ、親子とか兄弟とか、友達関係とかですね、人と人との関係性がこう変わっていくときの変わりようとか、それがいいか悪いかは別にして、こう、きっちり描いてて、すごい良かったですね。感動しました。で、まあ、あとその、ちょっとしたことなんですけど、ディズニープリンセスが一堂に会して、やってくる、会うシーンがあって、そこもすごい楽しく見れてですね。で、主人公のバネロペちゃんがドレスとかを着てるプリンセスに現代の洋服を教えて、パーカーとかね、
T シャツとかを着させるんですけど、もうそれでぐったりくつろいだプリンセスが、あなたはくつろぎのプリンセスよみたいなことを言うんですけど、そのセリフもね、すごい良くて、いい映画見ましたね。ということで、前作も今度見てみたいと思います。はい。で、第2位が、タクシー運転手、約束は海を越えて。あった、そうだ。これ、ね、ありましたね。これ結構最初の方でしたっけ、年のね。実話を元にしたフィクションなんですけど、公衆事件というね、韓国の学生蜂起と、それを武力弾圧した政府の、お話を元にして、そこに潜入取材する記者を連れて行って、素材を持ち帰ったタクシー運転手の話で、すごいね、固いお話かと思いきや、フィクション側にものすごい振り切れる瞬間があって、それは何かと申しますと、タクシーの、タクシー仲間の運転手が4台ぐらい連なってカーチェイスを行うっていう。最高でしたね。最高でしたね。ちょっとトラック野郎感ありましたね。トラック野郎感がね、あってで、ちょっと見てて劇場で、おおって声がもう漏れるぐらい、感動しまして、ね、実は元にしてても、ここまでフィクションに振り切っちゃってもいいんだろうなって、やっぱ、ちょっと思います。韓国映画ってそういうのの作り方はやっぱ上手いですよね。はい、なんかフィクションだからと。もう思いっきり振り切ると。で、もう実話もちゃんとベースにしてて、最後はこう、綺麗にね、収めると。で、ちょっと見た劇場がですね、なんていうんですか、名画座みたいなところで、ちょっと安く見れるタイミングで見たんですけど、なんていうんですかね、高齢者の方がすごく多くて、シルバーチケットみたいなのやっぱり安く見れてですね、みんなおばあちゃんとかすごく多かったんですけど、すごい楽しんで見てたみたいで、会場もちょっと湧いててですね、ざわざわと、これは面白かったみたいな感じで、多分整理とかもう一回始まったんじゃないかなと思ってね、広すぎて。どんなパンポンみたいですね。そうですね。だから、毒マムシ三太夫的な映画なんじゃないですかね。こう、ババア長生きしろよ的な、メッセージがあったようにちょっと思いますね。はい。で、最後1位。これがですね、なんと、スリービルボード。ちょっと、めちゃめちゃ被りまして、すいません。本当に良かったですね。ちょいちょい口を挟んで言ったことは本当に被っちゃうんで、はしょりますけど、本来もやもやするはずのエンディングなのに、すごいスッキリするんですよね。とてもいいですね。あとやっぱサム・ロックウェルが、ちょっとすごいですね。本当にバカで、どうしようもなくてね、差別主義者なんですけど、まあ、物語中盤で格変が入るんですね、本人に。ちょっと悔い改めるじゃないですけど、気持ちが切り替わって、もう、ちょっとこう、正しい方向へ進んでいく、その切り替わるシーンが、またちょっとこう、ひどい、災難に遭うというシーンで、もうこのね、描き方とか、二重三重にそんな面白い要素を詰め込んで、しかも成立させるという、手腕に、ちょっと本当にびっくりしました。普通あれやるとなんか嘘だよって思っちゃう。なるんですけど、ね。ならないんですよね。ならない。あのシーンってちょっとすごくないですか？だって、なんでしょうね。ちょっともうずっと語れると思いますので、ちょっとあんまり、ね、ネタバレにもなっちゃうから、言いづらいんですけど、よくこんな映画撮れたなって思いますよね。で、ちょっとまあこれも、周辺事情なんですけど、犯人考察ブログがすごい流行りましたよね。先々週か先週ぐらい。真犯人はこの方だという考察も、まあ、面白く読みましたけども、ああいう考察も意味をなさないぐらい映画の体感がしっかりしてるというか、真犯人が誰だろうと、分かってようと分かってなかろうと、映画自体はもう完全に面白さが揺らがないという素晴らしい映画ですね。で、まあ、真犯人については私はちょっとあれはおかしいんじゃないかなと思いますけど、ああいう考察が出るっていうのもやっぱいい映画のゆえんかなとはちょっと思いましたね。はい。ということで、1位はスリービルボードでした。はい。はい。ありがとうございます。はい。で、これで一周したわけですね。はい。なんかスリービルボード強いですね。じゃあ、もう MVP いきますか、じゃあ。はい。はい。はい。じゃあ、もう一周して、私からじゃあいきます。はい、はい、年間 MVP、リー・トンプソンさん。12月29日、ハリウッドコレクターズコンベンションでですね、うん、毒役のクリストファー・ロイドとビフ役のトーマス・エウ・ウィルソンと一緒に来日してくれたんですよ。うん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 、で、2015年に本当は来日予定だったんだけど、仕事の都合で一回キャンセルになっちゃったんですよね。昔 の, ポッドキャストでもお話ししましたけど、うん、はい、帰省を延期して、参加しました。うん、リー・トンプソンさんの胸元が開いた服だったんで、ずっとおっぱいがみしてましたけど。すごいよね。でもリー・トンプソンに会えるなんてちょっと、すごいですよね。ね。
あの会った時ですね、子供の頃から好きでしたって伝えたくて英語で何回も練習したんですけど、おこくったんです。言いたかったんですけど、うん、本人目の前にしたらナイスツーミーチューしか言えなかったんですよ。それに全部もう飛んじゃいました。いやいいじゃないですか。いい話じゃないですか。でもああ俺なんだったんだと思いながらへこんだんですけど、うん、であの2日後ですね、リー・トンプソンさんのインスタ見てたらですね、うん、まだ日本にいたんですよ。つぼ八かなんかにいたんですかね。じゃあね、浅草の浅草にいたんです、はい、浅草のつぼ八に。なんでですか。戦争時前だったんですけど、うん、で英語であの日本に来てくれてありがとう、子供の頃から好きでしたってダメ元で英語でコメント入れてたんですよ、うん、そしたら数時間後いいねと、うん、そうナイスツーミーチューって返信が来たんで、おちょっとねおしっこちびりそうになりました。もうこれもだから写真に撮ってインスタに上げた方が良かったんじゃないですか。おしっこをちびりましたう、ね、シミの部分をね英語でその時のパンツです。もう絶対ブロックされますね。でブロックされちゃう。日本にすごい男がいるみたいな感じで、ね、なるんですね。いやシミの形がね、すごいですね、それ、なんていうかもしれないですね。デロリアンの形。そうですね。すいません、ちゃちゃ入れちゃって。いや、すごいですね、それ。もう、あの、最後、年末にいい思い出ができました、もう。おぉ、一生もんじゃないですか。ありがとうございました。死ぬみたいな感じになってますけどもね。死亡フラッグみたいな。切腹前に。怖いですよ。以上です。はい、はい、じゃあ次僕行きますか。はい、はい、じゃあ微笑み出るから、はい、僕もじゃあ実際会った人なんですよね、はい、2018年、はい、キラーカーンですね、うん、プロレス界のまあスーパースターでね、かつて WWE で天下を取った男が今居酒屋を接客しているというこの奇跡みたいな事実ですよね、うん、しかもめちゃくちゃ神対応、うん、ね、昨年あの一緒にあの中間さん、アキミルスさんと一緒に行って、うん、ええ、ね、すごい対応良かったじゃないですか。すごい良かったですね。良かった。めちゃくちゃ楽しくて、もう月一行きたいぐらいです。私あの実は年末29日かな、うん、友達とちょっと飲んだ後に、うん、実は行ったんですよ。おお、おそうなんだ。キラーカーンがまあもうその日もいてくれて、まあ、うん、もちろん覚えてはいなかったですけど、ただその時もやっぱりちゃんと対応してくれたり、うん、いいですね。これ美味しいよとかおすすめしてくれたりですね。すごい体調がもう最高にいいと。ね、うちの実家もね、飲食店なんですけどね、父と母にぜひこのカンちゃんに研修しに行かせたいですね。うん、行かせましょう。5年ぐらいちょっとね。5年ぐらい修行して。あの、あと尾崎豊が好きだったあのカレーもものすごい絶品だったですし。よかったですね。うん、ちょっと行きたいですね、また。ぜひぜひぜひ、これまた計画してね、よアカーンのお店は、これはもうまた行くべきだと思いますよ。はい、みんなで行きましょう。リーズナブルですからね。値段もそうなんですよね。高いわけでもないですし、もう普通にいい居酒屋さんですよね。使えますよね。普通使いで行く。僕、うん、はもうキラーカーンですね。はい。すいません。ではなく。いや、あの、今ね、5位の悪口を言わせようと思ってます。あれはでも、幻想を守ってくれたっていうところでも、まあ、ある意味の MVP ですよ。いや、最高の店でしたよ、うん。何が起きたかをね、こう説明しないとっていう感じなんですけど、選手の経営する店に行って、最後握手を求めたら握手を拒否されたっていう事件があって、ね、その理由が、厨房に今いるから握手はできないっていう、謎のルールがね、こう、できてて。すごい。あ、これは。今はリングにいるからってことだと思いますよ。戦ってるから。あれ、僕が握手を求めたっていうことですよね。そういうことだから、リングに入ろうとしたってことですよね、きっと。平気に踏み入ろうとしたっていう。やもロープをまたごうとしたと。100で僕はですから。たとえそうだとしても、お商売やってる人間だったら、そこでやっぱりちょっと笑顔をね、ちょっとこう、絶やしちゃいけないんですけど、完全に怒ってましたからね、もう。でも、僕が好きだったです。あれは、まさに。ね、ああいう、もう本当にあれがなんですね。あれだなってやっぱ思いましたね。そんな逆にが、なんか、ああ、ね、美味しかったなんて握手求められたら、これはやっぱ幻想が保たれないわけで、これはこれでありだったな、ね。そうですか。なるほど。そして、そこと対局にいるキラーカーン選手ってことですね。
ちなみにこのカレー関係で言うと、ザトウシさんと一緒に連れててもらう佐藤蛾次郎さんの薬膳カレーも、うん、これも絶品でしたね。あれはむちゃくちゃうまかったです。トラさんカレー、これ美味しかったですね。いや、薬膳が入ってるんですか、はい、その漢方とか、はい、で土臭いのかなと思ったら全然そんな感じしませんでしたね。へえ、ちょっと飲みすぎてしまって怒られました、ね、いい思い出じゃないですか、佐藤蛾次郎に怒られるって。行く先々でね、怒られる。いいですね。日本怒られるっていいですね。トラさんっぽい。うん。はい。すいません。キラーカーだ。はい。はい。そうですね。僕は別にこれ、実際見た人、会った人じゃないんですけども、うん、MVP、どうしようかなと思ったんですが、ちょっとですね、タクシー運転手を見て、うん、学生の頃をちょっと思い出したんですけども、うん、タクシー運転手ってあれ、公衆事件の話だったじゃないですか。ああ、はいはい。で、あ、そういえばと思って、僕が大学の頃、部室にですね、なんか、いきなりなんか変なおじさんが訪ねてきて、うん、って言われたことがあったんですよね。ありましたね。うん、このコンサート、うん、まあ、歌手が白龍さんだったんですよね。お、う、お、んうん。で、白龍さんといえば代表曲甲州シティですよ。うん、甲州事件のことを歌った甲州シティ。で、そのね、まあ、これ福岡市民会館だったかな、サンパレスだったかな、まあ、どっちかに僕ら行ったんですよね。うん。これ明美ちゃんも行ったっけ？行きましたっていう。コンサート自体もすごい良かったですよね。甲州事件でちょっと思い出しましたね。甲州シティというね。甲州シティという名曲ありますよね。甲州シティって言ってましたからね。言ってましたね。うん。アリランも歌ってましたね。アリランも歌ってましたね。うん、ね。というのを思い出したので、うん。まあ、MVP は白龍。クリューさんって、主張したわけですね。そうです。わかりました。はい。はい。以上で。了解です。はい。僕はですね、去年の MVP はやっぱり吉永小百合さんですね。はい。北の桜森という、うん、はいはい。とんでもない、とんでもない。を見ましてですね。はい。いや、もうそれこそ白石さんからも、いや、これはすごいぞと。ぜひ見た方がいいと言われてたんですけど、あ、まあ、実際行ったんですけどね。たたきがあったんですよね。そうなんです。まあ、県のチケットがあったんで、はい、見に行ったんですけど、いや、本当になんか、なんだろうな、ここ数年で一番こう衝撃的というか、一体何を見せられてるのかがさっぱりわかんないです。なんだろう、よくね、このポッドキャストでちょいちょい話題になる坂本淳二問題っていうのがあるじゃないですか。あダメツンジの時って何を見せられてるんだろうって、変な気持ちになるじゃないですか。あれの 1.5 倍どぎつい感じです。これはきついな。なんかね、もう本当になんて言っていいのかわからない映画でしたね。だからなんか、そもそも、なぜ吉永小百合にこれオファーを出したのか、そして本人もなぜ受けたのかという、戦時中の話なんですけどね。まずそもそも旦那役が、安倍ちゃんです。安倍博士。うん。吉永小百合の旦那役が。旦那役が安倍博士。うわ、これはまずいな。これまずいんですよ。親子ですかね。親子ですね、ほとんど。あら、あら。で、まあ、苦労して、その、日本に戻ってきてみたいな、まあまあ、ずっとこう、しんどい話なんですけど、息子役が堺雅人さんなんですね。もうなんか、安倍博士とね、時系列、そんなになんか年も違うみたいな。本当にだから、白石さんが言ってましたけど、昔のね、ダウンタウンのコントを見てるようだと。ああ、学生服でこう出てくる、あれか、中尾明と、江森徹が。ごっつええ感じ、うん。はいはいはい。でも本当2時間コントを見せられてるような、不思議な気持ちになる映画でしたね。舞台とかだったらね、
こう、ちょっと引き目に見たりとかして、その成立するんでしょうけど、ちょっと映画だと、アップとかがあるから、ちょっと若干嘘が成立しない感はありますよね、そういうのね。ね、今、あきみさんから、舞台というキーワード出ましたけど、うん、ええ、ちょいちょい舞台になるんですよ。劇中で突然舞台になるんですよ。あ、もうカット割らずに、ってことですか？突然演劇が始まるんです。あらららら。シーンスパーンと切った舞台上で吉永小百合とかがこう、演じるシーンがね。そういう演出。演出なんですよね。ほら、あ監督ね、これ、滝田洋次郎。そうなんですよ。おがまた怖いところで。それでやっぱそういう風に切り替わる瞬間にやっぱ目くらましというか、これ何今見てんだろうみたいな感じに、もうこう明確な演出意図があるわけではなく、なんとなく舞台になるみたいな、そんな感じなんですか？いや、もう明確にスパンと舞台始まる。バツン！マジっすか？マジっす。すごいですね、それ。吉永小百合さんのなんかこう、クリフハンガー的なシーンもある。あ、ちょっと見たくなってきました。これ見たくなりますね。はい、ロッククライミングをするんです、ね。そうです。断崖絶壁みたいなところね、吉永小百合が登ったりとかね。辛いですね。辛い。それ、なんですか、トム・クルーズに負けてらんねえと思ってやったんですか？でしょうね。負けてらんないって、ね、やったんじゃないかなと思うんですけど。小百合も負けてらんない。さゆりがね、最後後半でボケるんですけどね、もう本当にちょっとシャレにならないんですよね。なんかもうリアルすぎて、もう怖くて怖くて。認知症に侵されるという。鏡に映る自分と喋ってるんです。怖い怖い。あなた、今までどこにいたのとか言いながらね、ずっと隠す自分と喋る。怖いんですよ。怖い怖い。もうキラッキラ。タクシードライバーみたいですね。本当ですね。そう、タクシードライバーですよ、もう。デニールに負けてらんないと思ったんですね。タイミング負けてらんないですね。まだ老いてなお盛んですね。すごいですね。うん、ついてますね、やっぱね。すげえなぁ。うちの母親とほぼ同い年ですけどね。きついなぁ。もう、今年の MVP はやっぱもう吉永小百合。ぜひ、ほんと皆さん機会があったらぜひ見てもらいたいですね。はい。という2018年でした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、私の MVP ですね、はい。これ実際あった方ではないんですけども、はいはい。よく映画で、こう、なんかすごくね、監督と相性のいい女優さんとかをミューズと例えたりするじゃないですか。はい。スリービルボードのサム・ロックウェルさんは、その監督、マーティン・マクドーナーですかね、の、インタビューかなんかで、あいつは俺のミューズだって言ってるらしいんですね。で、はい、あ、じゃあ、日本映画でそういう人ちょっとなんか、すごい抜群だった人、誰かなと思ったら、万引き家族の安藤サクラさん。まあ、こう完全におかず寄りなんですけど、そうめん食べてファックするシーンがちょっとありましてですね、はい、体もとてもいいんですよね、いやらしくてで、顔ももうとんでもなくいやらしいでしょう、もう、はい、なんですかね、ミューズじゃなくて、邪神に近いですよね、横島な神、みだらな婦人と書いて、インプ、もう邪神かインプか、安藤サクラというキャッチコピーで、もう、ちょっと私はここ数日過ごしてますので、皆さんにもちょっとそれをお勧めしたいですね。いや、でも本当良かったんですよね。いやらしい目線ありきで、はい、開けてますけど、まあ、それはやっぱり女優さんとしての能力の一つでもあると思うので、そうですね、出てきた時はね、そんなでもなかったんですよ。愛の剥き出しがデビューだったと思いますけど、なんかちょっと顔が面白い女優さんだな、ぐらいな感じだったんですけど、どんどんね、エロくなってって。今、朝ドラでやってますけど、あれ、もう嘘だと思ってるんですよ、僕、朝で。夜の安藤サクラしか信用できないんで、朝ドラ見てないんですね。見るとちょっとこう、薄まっちゃうんで、居酒屋行って、お茶いらないですっていうタイプなので、最後、薄まるのはちょっとごめんですね。ということで、安藤サクラちゃんでした。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、もう長丁場で発表がありましたが、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ちょっと今年も
更新がなんとか間に合うかどうか分かんないですけども、え、頑張っていきますので、はい、すいませんがよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回はこれでお開きということで、はい、ありがとうございました。